はい、いつものマナガのねダムの中島公園の方に来てみました。来てみましたが、今の時期結構キャンプ客が多くて、ちょっとここでサイレン鳴らすのにちょっと無理ですね。あっちからもこっちが引き上げてばったりも車が来るんで、県外ので、ここではちょっと撮影は難しいと断念しました。なのでちょっと場所を変えて、ちょっと奥の方へ行ってやってみようかなと思います。今ねこの中島公園の入り口なんですけども、入り口ってね、最初動画出したところですね。ここ結構ね、桜、山桜かな、結構綺麗なのあったんで、ちょっと撮りながら行きたいと思います。びっくりしたんです。結構綺麗ですね。桜、山桜かな。こっちはもう結構綺麗に咲いております。綺麗ですね。ここにある小屋は、昔の人のね、作業小屋ですね。まあたまに作業しに来るんでしょうね。一応別荘になってますね。冬季間は使われておりません。今もまだ人来てませんね、住人が。うわ、前から雲来た。マツダプレマシーダークブルー、ぬくみ峠付近の方へちょっと行ってみたいと思います。見え、今ちょっとサイレンな、さっき鳴らしましたよね。あそこでちょっと下見たら女の人がこちらも見てましたね。なんかサイレン鳴ったみたいな感じで。撮れるとこあるかな。まあ冬季間の看板出てたり、まずこっから行く人は来る人はおらんと思うけどね。でも問題がぬくみ峠、岐阜県の方から来ると、まあ、ちょっとまずいかな、まずいかな。一旦ちょっと撮影止めます。